これどうやってやるんだこれ。できたできた。はい、これライブ始まってんのかな。はい、それではライブを始めていきたいと思います。皆さんお待ちどうさまでした。イエーイ。はい、鬼馬虫沢茂美です。そして本日はダブルドラゴン2人の竜で語ってまいります。はい、岡田真一さんです。どうぞお願いします。はい、ありがとうございます。普通になんかシャツで来ちゃったね。はい、岡田真一さんの、ご紹介ですが、なんと岡田真一さんは、世界的なスピーカーでいろんなところでですね、お話をしてくださって、いて、この方がですね、喋るともう世界一のナンバーワンのコーチとして、なんと、アンソニー・ロビンスから直接教えを、受けた。直接ですよ。そして自分の誕生日にも直接アンソニー・ロビンスから、お祝いをしてもらったというですね、アンソニー・ロビンスといえば世界ナンバーワンコーチですから、その世界ナンバーワンコーチにもう会うだけ、もう1時間のコーチングを直接受けるのに、もう1億円とか2億円とかすると言われてる、あのアンソニー・ロビンスから認められて君はすごいと、それでにその教えを今日本で教えたりしているですね、そういうお方で、なんともう複数社の、会社の、社長、企業を行っており、まあね、大きな声では言えないんですが、もうね、世界で一番硬いと言われる石の、輸入やですね、その研磨の工場も、所有しておられるという、その世界の岡田さんに今日は来ていただいております。岡田さん、それでは、軽くですね、挨拶の方よろしくお願いします。はい、じゃあなんか軽くっていうことなんで、もう本当に軽い気持ちでここに来てしまいましたんで、なんかシャツ、いつもスーツ着てるけどシャツで、すいません。で、本当に沢さんはですね、まあ映画を一緒にやっている関係で、一緒にレッドカーペットを行ったりしているところからですね、たくさんのご縁があって、先日イギリスのケンブリッジ大学の方にも寄付するために一緒に行ったんですね。まあそういうところでたくさんですね、まあグローバルに身近でこう動いている一人として、本当になんか沢さんとの関係っていうのは、住んでる場所も近所でですね、まあすごい気軽に自転車で会ったりするぐらいの関係なんですね。で、まあ今日はですね、私がつい先日ギリシャに行ってきて、サントリーニ島って真っ白い、家が建物がたくさんあることで有名で、まあ、Facebook にも、私はさっき投稿したんですけども、まあ、それもすごく美しくて、その話とですね、あとはもう一つは、言葉が人に影響するっていう本を、まあ、今度出す予定なので、まあ、その言葉の本のお話をちょっと面白く、今日話せたらなと思っています。はい、そんな感じです。岡田さん、ありがとうございます。それでは私の方の紹介もお願いします。はい、じゃあ沢さんはですね、私から見て何が一番すごいかっていうとですね、これなかなか皆さん気づかないんですよ、めちゃくちゃ奥様に愛されているんですね。これはすごいです。奥様もお寺でお坊さん、実は言ってなかったんですけど、私もお坊さんの得度を受けまして、沢さんも得度を一緒のタイミングで受けて、その後奥様がね、お坊さんになったわけですね。で、奥様が非常に熱心でですね、まあお子さんも3名いらっしゃるんですけども、そのですね、奥さんが沢さんと私がいないところで、お寺の中でですね、もう2日に1回は旦那さんも愛してるっていうのをみんなにこう話してるそうなんですね。もう大好きなんですと言ってるそうなんですね。だからめちゃくちゃ愛されてるんです。いやいや、それでカンヌの映画祭に行った時も、もう沢さんはですね、家族に何回も電話しながらですね、本当に愛を届けていてですね、まあ、ものすごいね、そういう家族愛を持っていて、そこがね、まず表からはあまり見えないところなんですけど、実はすごい深
深いところなんですね。そんなところを私はとても尊敬していてですね。まあ、なんか澤さんが勢いがすごいなとかね、エネルギーがすごいなとか、声が大きいなとか、なんか悪くだなっていうのはみんなわかってると思うんですよ。すごい、すごいところはね。だから私はちょっと他の人が見えていないところで、本当に家族思いで、家に何度か招いていただいたこともあるんですけど、もう家の中はね、もう飾ってはないけど、もう見えないぐらい、見えないんですけど、ハートがね、もう私が見えて、もう山のようにこう家の中にハートがあるのはね、感じるような、まあ、そんなね、素敵な存在なんですね。いやー。だからですね、まあそんな素晴らしい澤さんのね、人間性に触れることができる時間でもないかなと思いますね。そういう時間になると思います。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。今日はね、まず最初に私がいろいろお話しして、その後にですね、岡田さんからお話をいただいて、最後にね、二人で話す、そんな1時間にしていきたいんですけど、なんと今日いらっしゃってる方ね、すごいいっぱいいらっしゃいますけど、こっちにインスタライブ、ここにフェイスブックライブ、ここに YouTube ライブ、そしてここにズームということでね、なんかやね、こうやったらね、ここにね、映ってしまいますんでね、皆さん、まあ、微妙にね、この辺ちょっと、ちっちゃく映ってますけど、まあ、それ気にしないでください。今日はね、いっぱい来ていただいてますけども、ありがとうございます。それではね、今日まずは私のね、話ということで、今日どんな話するってね、言ってたかって、今ね、岡田さんが家族の、なんかね、すごい奥さんに愛されてるみたいな話してましたけれども、この鬼マムシ刺身、簡単に自己紹介しますとね、24年間国家公務員の陸上自衛官をやって、幹部としてね、いろんなところで隊長をさせていただいたり、ミサイル開発とか防衛省で勤務させていただいて、そして東京工業大学の博士課程でその人工知能の研究もやっていたということで、今はですね、なんと映画のプロデューサーで、まあ、10本くらいの映画に携わっておりますけど、うち日本は国際映画祭で大賞にノミネートさせていただいたり、そのね、岡田さんにお導きいただいて、もう本当に私の人生は岡田さんに引き上げていただいてるんです。これね、ダブルドラゴン竜って言ってますけど、竜はですね、お互いにこう引き上げ合って、お互いに引き上げって、どんどん上に行く、この流れのことを竜っていうわけですね。なので、どんどん引き上げていただいて、なんとお坊さんにもね、私なったんです。稲森さんがね、人生の終盤にお坊さんになった。なんでか、くらい極まった人がなぜお坊さんになるのか、そんな考え方だったらそれを70歳で手に入れるんじゃなく40歳のうち手に入れたらいいじゃないかと思ってね、私はね早速得度をしてしまったんですね。そしてその考え、まあ今日もねお坊さんのその、話ちょっと出るかもしれませんけれども、そういう、ちょっとした小話をね、いろんな方に提供したり、ね、私お坊さんですなんて言うとね、突然むっちゃぶりされて、おい坊主だったらなんかお前これから3分間スピーチやってみろなんてね、いきなり言われてあったりすることもあるんですけどね、全然知らない人の前で。そしたらね、私がドカーンってね、こうね、いいものをプレゼントするとね、おお、あなた本当のお坊さんですね、すごいですね、尊敬しますみたいなね、どんどんファンが増えていくんですけどね。だからお坊さんっていうのは昔から縁つなぎですから、人と人の縁をつないでいくっていうこと、これがもうね、縁とか運とかっていうのは一つの例外もなく必ず人が運んできますからね、その人に対して、いいものを渡す、目の前の相手を自分だと思っていいものを渡すといいものが返ってくる、これがね本当の人生が始まったっていう風に私は形容してるんですけども、この本当の人生がね始まるとすごいんですよ。何がすごいのかっていうと、もうね、もう神様いるのかいないのか分かんないですよ。神様がいるのかいないか分かんないですけど、その神様がですね、もう最高最善のものを最良の順番で目の前にこう並べてってくれると、で私はそれを受け取るだけっていうね、そういう人生が始まってくるわけです。なのでもう何があってもこう受け取る。でもね、大概の人はすごいチャンスが来たって、うわー神様、私チャンス欲しいなーって願ってたんです、もう神様もう出していただいたんです、ありがとうございます、ありがとうございますって言ってたらね、チャンスじゃなくて目の前にものすごいリスクがやってくるんです。ボーン、うわー、こんなもん、神様、私が欲しがってたのはチャンスじゃなくてね、リスクじゃなくてチャンスですよ、何こんなものくれちゃってるんですかって普通の人は思うじゃないですか。しかしですね、神様にとっちゃチャンスもリスクも全く同じものなんですね。コインの表から見たらチャンスですけど、裏から見たらこれリスクって書いてあるわけですよ、ね、それを来たのに、ね、普通の人はそれを気づかずに、あこんなものいらないんですって受け取らない。しかしそれを、うわこれはちょっと受け取りづらいけど、神様が、準備してくれた最良最善のものが今目の前に提示されたんだって、うわーってそのリスクを取るわけですね。そうしたらそれが何回も何回もね、こううわこんなリスクを、ね、こんなリスクをこんなリスクを負えませんっていうね、でも最良最善のものが目の前に来てるはずなので、それを受け取り続けると、なんとそれが
本当のチャンスだったってことが、これがね、いっぱいあるわけですよね。今日はそんな話ね、してみようかななんて思うんですけれども、じゃあね、今日はね、この話をね、してみたいと思う。おっと、インスタライブがね、今倒れちゃいましたね、インスタライブがね、ちょっと、私が熱狂しすぎて。なのはですね、ライブ配信するときっていうのは、そうなんです。話さないとですね、まあ、集中力がみんな途切れてしまうんですね。だから通常、早口すぎてね、早口すぎて、インスタライブが倒れてますね。はい、あ、すいません、うんね、天井ばっかり映っちゃってね、すいませんね。はい、はい、はい、岡田さん。ありがとうございます、はい、今ねもうインスタライブが倒れちゃってね大変なことに、この付けの上がね大変なことになってますけれども、はい、なんとか復旧いたしました。じゃあねこの話しましょう。私ね、千葉真一さんと仲良くなったんですよ。この話でも聞いたことあんまりない人も いらっしゃると思いますけど、あの千葉真一さんって、あのハリウッドスターの千葉真一さんですか？そうですね、もう、2年くらい前にねコロナで亡くなってしまいましたけれども、なんと私の誕生日をですね、某超有名作家の方がもう600冊くらい出して、超有名作家ですよ。だから600冊ってことはね、月に1冊くらい出してるんですよ。すごいな。その作家の方がですね、沢くんと、君の誕生日会を開いてあげるから来なさいみたいな感じでね、で、ありがとうございますとかって言ったんですよ。そしたらその誕生会で、まあもちろん私はね、お祝いされる方として行ったので、まあなんかスピーチをするわけですね。スピーチをしたら、その時ね、自衛隊を辞めて、今は映画やってます、みたいな、こんなことやってます、これから日本をすごいアピールして、日本文化を発表していくんです、みたいな話をね、スピーチで言ってたら、なんかね、その会場の奥の方ですっごい目でこっちをギャーって睨んでる人がいるんですね。これ誰かなの、スピーチが終わった後にね、そっちの方の会場をぐるぐる歩いてたら、そこに行ったらですね、なんとそれが千葉真一さんだったわけですね。その千葉真一さんがこう言うわけです。沢さん。話の続きを聞かせてください。もうね、名前覚えられちゃってるんです。もう初めて会ったのに。ね、沢さんな。ね、私のスピーチが面白かったんでしょうね。こんな感じで話してるから。そしたら、ね、沢さん、続きを教えてください。いやいや、続きってね、いや、自衛隊の話ですか？まあそうなんですよ。私、自衛隊で、こうね、銃とか、こう、やっぱり内部の本当にやってた人じゃないとわからないような話をしてたので、そのね、外部の、特に、千葉真一さんといえば代表作はいっぱいありますけれども、戦国自衛隊ですよね。そうなんですよ。ちょうど千葉さんが戦国自衛隊ね、2まで作ったんですけど、3を作ろうって思っていらっしゃった時に、私がその自衛官トークをしたわけですね。なので、それ食いついていただいてですね、沢さん続きを聞かせてくださいと。あ、わかりました。いいですよ。ね、こういう時はね、目の前ないと自分だと思いますからね。つまり、千葉真一さん、ああ、千葉真一さん話しかけていただいてありがとうございますってやっちゃいけないんです。ね。で、私がね、お、千葉さんですか？いやいや、どうも、みたいな。話の続きが聞きたい。あ、じゃあ、携帯番号教えてください。ね、ちょっと上から。ちょっと上からですよ。ね、ちょっと、じゃあ、携帯番号教えてくれますか？みたいな。あ、そしたらね、教えてくれたんですね。いやいや、これ本当かなって思ってかけてみたら、本当にプルプル震えてる。おー、ほんまやって思って、で、そこから、あ、じゃあ、今度ね、料亭で、ちょっと一席設けますんで、そこで詳しい話をしましょう、みたいになったわけです。で、その料亭にね、行くときに、なんとですね、その、岡田真一さん、の、新一っていう名前はですね、いいですか岡田さん、この話してね。はい、その、岡田新一さんの新一とは、お父様が、その、千葉新一さんの大ファンで、で、新一って、同じ名前ですよ。真実の新に、一ですよね。で、つけたっていうのを、私は実は知ってたんですね。知ってたので、いやいやいや、その時もね、千葉さんから電話番号公開した時に、岡田さんにこう、メールっていうかね、LINE を送って、いやー、実は千葉さんと深くつながって、携帯番号教えてもらっちゃいました。今度ね、料亭に行くことになったんで、っていう話をして、で、その時に、マネージャーさんと千葉真一さんと、私と、もう一人いた方が、こう、2対2でいいなと思って、その時にですね、岡田さんにいつも本当にお世話になってるので、恩返しをしたいと。恩返しをしたいと思って、あ、そうだ、新一さんということは、この、岡田さんをお呼びすると。で、岡田さんも私も映画をやってますので、その映画っていうね、その共通の話題でその場に4人で、こう、料亭にね、都内の某料亭に行って、なんと、ね、2時間の会食の予定が、この料理でそっちのけです。もう料理なんか全然関係ない。あれ、あったんですかくらいのね、勢いで、4時間もう映画談義でぶっ通し。で、そこで盛り上がっちゃってね、じゃあ戦国自衛隊どうしましょう。その時にね、こうするんですよ。実はね、私はね、人と会う時には、相手にこれを言ってもらおうって思っていくんですね。皆さん、覚えておいてください。人生の重要な局面はですね、必ず、誰か相手にイエスって言ってもらうような局面なんですね。
人生の重要な局面っていうのは、例えば結婚してください、イエス分かりました、ね、お金を貸してください、イエス分かりました、あのなんかそのね事業に投資してください、仲間になってください、イエス、もうつまり 人生の重要な局面っていうのは常にあのその目の前の相手にイエスって言ってもらうね、ことなわけです。ということで、じゃあね、なんて、何をイエスって言っていただこうかなって、私はね、当然、千葉さんと戦国自衛隊3の話をしに行くわけですから、もうね、自衛隊の同級生の、実際に本当に連隊長をやっている、もう本物の隊長です。今まさに隊長をやっている、そういう人とかですね、あの、自分の、かつての、その、まあ、部下だった方とか、まあ、そういう本物の、その自衛隊関係者たちに、こんなようなストーリーだったらどうか、こんなようなストーリーだと、こんな、ね、いろいろ聞いて回ったんですよ。そして、ああ、なるほど、なるほどと。もちろん自分の中に温めていた、その、骨となる軸のストーリーがあったんですけど、それを補強するような形で、しかも、私はですね、映画監督、本物の映画監督の人に事前にアポを取って、どういうふうに話したら相手が面白いと思いますか、みたいなのを、事前に、その会う前にですね、調整したり、その、まあ、鎌倉時代の時代設定にしてたんですけど、その鎌倉時代の専門家の方とアポを取ってですね、あ、こういう、あ、なるほど、なるほど、そうなんですね。だったらそういう風にしましょうみたいな、これ調整をやって、そして千葉さんとのそのね、4時間の面談っていうかね、まあ会食に臨んだわけなんですけど、何を言わせようと思っていたか。沢さんのシナリオ面白い、もうぜひそれでやりましょう、今すぐプロデューサーに会ってくださいってね、あの言ってもらおうと思った。でもね、客だったらどうですか、すいません、私すごい面白いもの考えてきたんですけど、千葉さんこれを採用してください。向こうがイエスをね、言う立場だったら、どうですか。そうなんです。そういう場合採用されないんですね。つまり名刺、私からね、私こういうもんですって言って渡した名刺は捨てられてしまうんですけれども、向こうからね、沢さん名刺をくださいって言われたら、その名刺は大切にされるわけです。つまり相手にイエスを言ってもらうことが人生の局面で重要なんですね。結婚してくださいってこっちから言って、いいよって言うよりもですね、向こうから結婚してくださいって言って、こっちがいいよって言った方が、あの成功確率は高まるわけなんです。だから、これ、たった一つのコツです。今ね、シェアしますけど、たった一つのコツです。そう言われるのが当然な自分のあり方、つまり自分はそう言われて当然の男なんだという存在、あり方、人間性、器、そういうもので相手の目の前に立つってことなんですね。それをやるとですね、不思議と相手も、あ、この人は私からお願いしなきゃいけない、いや、この機会を逃しちゃいけないって相手が思ってくれるんですよ。なので実はですね、私はそのシナリオを話しました。ね、20分間くらい話したらですね、なんとね、その2時間の会食の中で、最初の1時間で、千葉真一さんにですよ、これね、まあ、自慢ですけれどもね、沢さん、面白すぎます。ぜひ、このね、あのプロデューサーに会ってくださいって言って、まあ、その数日後にね、会ったんですよ。っていうかね、会ったんじゃないです。合わせてくださって、セッティングして、なんとですね、その超有名な鍋島プロデューサーっていう、まあ、業界ではね、もうガメラとかゴジラとか、その戦国自衛隊とかも本当にいっぱい作ってる超大物のプロデューサーと、私が2人で焼肉を食べ、そこに千葉さんが焼肉を焼くというね、私とその鍋島プロデューサーに千葉さんが焼肉焼くという超豪華なですね、その席をね、設けていただいて、このね、忘れもしない六本木でね、やりましたけど、要はね、そういう展開になったわけです。で、ね、最初の30分間で、その私が言っていただこうって思ってたことを、もうすでにね、言っていただいちゃったんで、あれ、残りの父がどうしようかなって思って、そしたらね、考えるんです、また。次は何を言っていただこうかなって考えるわけです。ね。次は何を言って、もうね、本当にね、そうやって、まあ、調子乗るっていうかね、そういうあり方ですから、言われて当然の私。ね、髭を生やしてるだけじゃないんです。そういう、言われて当然の私としてそこに佇んでいるので、じゃあ次何を言ってもらおうかな。あ、そうだ。ね。千葉さんに、沢さんかっこいいですね。まあまあの役でぜひ出演してくださいって言ってもらおうと思ったんですね。これね、自分がそう言ってもらおうと思ってなかったらそういう自分にならないし、そこに行くためのトークにならないわけですよ。そしてこうやってと、ね、よし言ってもらおうって思ったらそういう自分でいきなりね、佇みますからね。さっきまでとは違う、ちょっとね、こんな顔つきになってね、その役者っぽい顔つきになったんですかね、わからないですけどね、それでこうやってそのプレゼン資料を見せながらね、こう連隊長っていう、まあその隊長みたいなのがいるんですけれども、それが千葉さんともう一人私みたいなね、あの若い膨大出身の、あの隊長とその叩き上げの年を取ったあの隊長がこうちょっとね、あの協力したりちょっと小競り合ったりするようなストーリーを作ったんですけども、これ私どうですかねって言わないんですね。これ沢さんどうですかって向こうに言わさないといけないわけですよ。ね、そうやってやってったら、なんと、2時間で、ね、それを、沢さん、
あなたよくね、聞いてたらもう滑舌もしっかりしてるし、言葉遣いもね、当然自衛隊のその言葉いろいろ喋れるので、あのなんかいいですね、ね、演技指導に入ってくださいっていうのも言われてたんですね。もともと演技指導に入ってもらいたくて私に声をかけたわけです、千葉さんはですね。なので演技指導に入ってください。例えば敬礼とか銃の持ち方とか、 この体勢はおかしいとかですね、北前進はこうだとか、まあいろいろあると思うんですけれども、それ以外にこう自衛官本物の隊長、ミサイル開発の経験がないとわからないようなこともいろいろ指導できるわけですよ。ね、でも澤さん、まあまあの役で出てくださいってね、なんと2時間で言わせてしまったんですね。ありがとうございます。いやこれ本当なんですよ。私もねびっくりしましたけど、ね、そしたらねまだ続いてるんですよ。まあ結果ね4時間くらいやってたんですけれども、もうねお店の人からもうそろそろ閉店なんですけどみたいなね、あの感じで、もそのもうそこがね本当料理そっちのけで、最後もったいないから食べましたけどね、やってたんですけれども、そしたらよし、じゃあ次何言わせようかなって思ったんですね。そしたらね、やっぱそれは観察です。相手が本当に欲しがってるものは一体何なのかっていうのをこう見極める目がですね、だんだん超えてきてるわけです。なぜならば相手の脳の中で、自分の脳の中で何が起こってるのかっていうのをこう研究するのが私の仕事ですから、そしたらね、千葉さんが本当に欲しいものは何だろう。それはですね、もうすでに千葉さんそういうコミュニティいっぱい持ってるんですけれども、あの自分の考えを伝えたい。広めたい、若者に教えたい、少年よ大志を抱け、ね、ハリウッドを目指せ、みんな恐れずに前に進め、そういう考えをずっと持ってらっしゃるので、これを広めたいに違いないと。そしたらね、私はこう言って言っていただこうと思ったんですね。澤さん、私のこの考えをより多くの人に広めるためのコミュニティを作って、それの運営をやってくださいって言いたいんだろうなって思ったんですよ。ね、これ勝手に私が思ってるんですよ。本当に言いたいかどうかはね、ここからの私のあり方でね、相手が言いたくなってくるんですよ。ね。そしたらですね、なんと4時間目にそれをね、言わせてしまったんですね。いや、言っていただいただけじゃないんですよ。私は行動が早いですからね。じゃあ、長さん、わかりましたと。ね。したら、携帯貸してくださいと。その場で携帯で Facebook をね、これ、いや、僕はね、以前やってたんだけど、ちょっとなんか調子悪くなってね、閉鎖しちゃったんだよ、みたいなこと言ってんで、いやいや、やりましょう、やりましょうって勝手にいじってね、はい、じゃあ、こうやって、この写真でいいですか、はい、撮りますよ、とか言って、その場で Facebook のページをね、作ってあげたんですよ。なんと、今でも、千葉さんのね、Facebook の載ってるのは、あれはね、私が作ったホームページなんですね。まあ、それはいいんですけれども、ね、そうやって生きようよと帰ったらね、ここからが本題ですよ。あ、もう少し話してもいいですか、岡田さん。ね、まあ今全体で温めてますんでね。はい、岡田さんの前に、ちょっと今温めてますんでね、少々お待ちください。ね、私のこの後ろの炎のようにね、このね、核融合男ってことで、温めてますんで、そこからが本番なんです。そしたらね、後日マネージャーの方からですね、電話がかかってきて、澤さんと。ね、この間楽しかったですね。いや、そうですね。ね、すごい話進みましたね。その通りですと。ところで、千葉さんの携帯電話の番号がネットに漏れてるんですけど、ご存知ありませんかみたいな。いや、そんなね、知るわけないでしょと。アホなんじゃないですか。誰ですか、そんなことするやつは。つってね。ちなみに、どのね、ホームページなんか見せてくださいって言ったんで、私の作ったホームページだったんですね。おーいって。いやー、これはまずいと。ね、これはまずい。なんかね、その、千葉さんのね、なんか、携帯電話漏れてますよ、みたいな、こう、苦情みたいなのこう、あちこちからね、あったみたいでですね、その本当に、ね、その説はご迷惑かけましたけどね、まあ実際は漏れてないというか、その Facebook で友達申請を OK した人にだけ見れたっていうことなんですけれども、なのでまあそんなにね、もともと友達の方が入っているわけですから大丈夫だったんですけれども、いや、やばいと、ね、私も青ざめてですね、電話を千葉さんにしましたっつって、ね、ああ、出ないかな、全然出ないんです、あれおかしい、あれおかしい。で、ね、いやこれちょっとね、マネージャーさん、すいません、何回電話かけても出ないんで、どうしましょう、私の方からじゃそのね、設定をいじれないんですと。で、千葉さんの携帯からじゃないとできないんですと。じゃあちょっとね、すぐに行って直した方がいいんじゃないですか。いや、そうですねって言って、なんかね、えらい遠い、なんか山奥のね、住所を教えてもらったんですよ。あ、ここで撮影を今やってんのかなっていうくらい、なんかね、武士の撮影をしてるくらいな超山奥でね、もう始発でそこまで近くまで行ったんですけど、そこからレンタカーで何時間みたいなね、そんな山奥なわけですよ。で、私は始発でね、もう行ったんですけれども、もうすぐ、で、それでもね、電話かけても繋がんないから、どうしよう、これ、レンタカー借りてね、さらにそこまで行っていなかったのも嫌だなって思ってね、ずっと電話かけてたんですけど、もう拉致が開かないから、もう、レンタカー借りて行ったんですよ。で、その時に、もう、詫びのね、そこを撮影してると思ったんで、そのビールケースを、ガーって買って、ね、その詫びのビールケース、すいませんでしたって言って、こういう山奥に行ったら、なんと、ね、2時間くらい
行ってたどり着いたらですね、もうそこが千葉さんのご実家だったんですね。で、もうね、もう戦国武将の家、なんていうかね、城壁に囲まれた、もうなんか城がね、山の奥にポツンと城が建ってて、そこでグワーンってどでかいね、城壁で囲まれてて、その門のところが、もうあのカメラがあってね、ピンポンってやるとガラ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 って開くようなね、もうなんかヤクザの事務所ですよ、はっきり言って。そのヤクザの事務所みたいな、うわっべー、なんだこれはっつって、これが噂に聞く、その千葉御殿かって言ってね、行ってピンポンピンポン鳴らしても出ない。やっべー、これいねえのか、もうほんとね、電話鳴らしても出ないから、もうこれほんとね、怒ってんのかなと。沢の野郎ね、勝手なことしやがってと、てめえ許さねえと。で、怒ってるか、本当にいないか、どっちだなって、もうそれピンポンピンポン鳴らして、1時間経ってもいないし、だから私はそこにテレビカメラがね、その門の前にガーンって2個くらいあって、そこのテレビカメラに見えるように私正座してですね、すいません、すいません、千葉さんっつって、たまにピンポン鳴らして、すいませんでしたっつって、ずっと正座しながら、わざと見えるように、その、詫びのね、ビールケースを隣にね、置いて、ずっと、もうね、3時間くらい正座してるんですよ。それでもね、電話してもピンポンやっても出ないから、これ本当怒ってるか、いねえか、どっちかなぁ。もうそしたらね、もう昼くらいになってるんですよ。ね、朝一で行ったのに。そしたらね、ほうほけきょうとか言って、私とうぐいすくらいしかいないんです、そこに。もう山奥すぎて。それでもね、もうそろそろ帰らないと、次のお客さんとのアポイントが入ってたんで、もう帰らないといけない。うわ、もうダメだって言ってピンポンってやっても出ない。そしたらね、電話がかかってきたんです。あれ？なんだ？電話取ったらですね、なんと、その、午後に会う予定のクライアントから、沢さん、ちょっと今日都合が悪くなったので、ちょっとまた別日にしていただいてもいいですか？神様わかりました。まだここにいろということですね、と。神様ありがとうございますってね、もうね、勝手に神様いるかいないかわかんないですけどね、私は聞いてますんで、ね、その立ち正座しながらビール、ね、それ、もうピンポンピンポンなしで、超でっかい声で、チェアさんすいませんでしたって叫んでるんですよ。出ない、いない、もうこれいないのと。しかし、ここに、もうね、そこからね、私の、もう、思考回路はもうそこから変わってたんです。どう変わってたか。最良最善のものが最高の順番で目の前に提示されているはずだと。ということは、これが、このね、隣でウグイスがほうほけきょうと泣いていい、私がここで正座をしていることが最善最良の出来事だとするのであれば、あれば、この先一体何が起こるのだろうっていうのをこう予測するわけです。私はこれを神様のシナリオの行間を読むって言ってるんですけどね。神様のシナリオね、はい、沢は友達になる、沢は、Facebook 作る、沢は、なんだ、携帯番号を漏らすみたいな、そういうシナリオが書いてあるわけですよ。でもその行間はなぜそうなったのかっていうのは書いてないわけですね。なのでこの先、私はここから千葉さんとさらに仲良くなるための、これは試練だというふうに捉えて、さらに仲良くなるためにはこの先どういうことが起こるんだろうっていうのをこう予測しながらですね、自分でそのシナリオの行間を書いていくわけです。そしてそのような行動を取り続けていくわけですね。でそうするとね、ここで、ま、あと3時間待つみたいなのがね、こう自分でやるわけですよ。そしたら、ね、それでもピンポンピンポン鳴らしてもダメだし、もうそろそろ帰らないとまずいと。もうすんごい山奥なんでね、今日ここにね、もう泊まるのかっていうくらいの感じなので、そしたらですね、もうこれで帰らないといけないっていう時に、もうこれ以上ない声で、シャナーすいませんシャナーつって、ピンポンって鳴らして、もうこれダメだったら帰ろうって思ってやったら、なんと2階がですね、2階、その御殿の城の2階がガラガラって開いて、中からネグジジェ、まあ、寝巻きみたいなですね、千葉さんが出てきて、あれ沢さんどうしたのみたいなね、そんな感じなんですよ。どうしたのってね、まあ、すいませんでしたって言って、ちょっとね、そこでちょっとだけこう事情を説明して、おお、まあいいから上がんなよみたいな感じで、上げさせていただいたんですね。そのね、開かなかった鉄の扉がガラ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 って開いてってですね、うわーって言って、その城の中に入っていくとですね、玄関開けたら、ね、2分でご飯じゃないです。玄関開けたらいきなり、武士道ドカーン、うわーって、ね、玄関開けたらドカーンって、鎧かぶと、ね、そこの、ま、行ったらもういきなりプールがあるわけですよ。家の中に。ね、それで2階が家になって、1階はその、今までのその千葉語録とか、その、かつての映画で使ったその刀とか衣装とかね、そういったものがこう博物館になってるわけです。それで自分の子供たちのね、博物館、そして弟子が住む部屋みたいなのがあってね、そこに通されてですね、なんとそこから、さらに、6時間の千葉さんとの映画談義が始まったわけですね。ね、その時にね、撮った動画とか、私一人しかいないんですよ。私一人しかいないのに、その盾を見せてくれたんですね。私はいつもこうやってね、鍛錬をしているんだって、その刀っていうか、僕とね、こう
振り回して、もう姿勢がめちゃくちゃいいんですよ、姿勢が。そしてここでトレーニングやってんだって、そのプールのねところがそのトレーニングジムみたいになってるんですけども、そのなんかゴムを引っ張ったりしてね、そのもう80の体をこう鍛えてるわけですね。そうやって親しくなって、さらにですね、あの都内ではこう焼肉とか、あの千葉さんしか入れない店っていうのがあるんですけど、そういうところにね呼んでいただいたりして、本当にそこからさらに仲が良くなったんですね。まあ、つまりですね、今この話をまとめるとですね、ギュギュッとですね、何が起こっても最善最高の出来事が今起こってるはずだと思うことによって、本当にそれがね、あの神様はもうチャンス、これリスクはねチャンスっていう話しましたけれども、もう要は成功を望めば失敗がやってくるわけです。で、失敗を99段くらい登ると、ようやく100段目にそれを成功ってみんな読んでるだけで、その99段目登らないで成功できるんですか？できません。ということでね、99段目までのこの失敗のことを私は段階的成功っていうふうに呼んでます。だから日本からね、失敗という言葉をなくしたいんです。全てが段階的成功だと、全部が段階的、もうその経験がね、だってやってみないとわからないことが多いんですよ。これってこうなるよねって思って、その通りになったことありますか？あなたの人生でね、もう分かりきってることはいいんですけれども、大体のことは自分で経験しないとわからないんです。なのでね、何でも、だから私は PDCA サイクルではなく Do 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 サイクルをしなさいってね、いつも言ってるんですけども、それねやれば必ず神様が答えを教えてくる。神様というのはこの世のことです。この世がね、何かをやったら当然その結果が返ってきますので、それがあの私の知識となる。だからこう私はね、ものすごい速度で成長してるんですというね、最後はいいお話でした。はい、ありがとうございます。面白かったですか皆さんね、インスタライブ、あの結構見ていらっしゃいますね、ありがとうございますね。あのフェイスブックライブも、あのね、今の話面白かったって方はね、なんかあのハートボタンを押したり、私のフェイスブックのページでね、あのお友達申請とかねしておいてください。その時ね、メッセージをね入れていただかないと、誰ですかっていうことになりますんでね、あのライブ見ましたとか言ってね送っていただければ、私は喜んでね、目をハートにしてね、ハートボタンを押しますんでね、よろしくお願いします。岡田さん、この話こんなところでよろしかったでしょうか？いいかどうかっていうのは、よく聞いてるからよく知ってる話ですけども、まあ初めて聞いた人はね、そんな裏話があったのかっていうのと、まあそういうやっぱり努力、本当に家に臨んでいく、まあその時っていうのはめちゃめちゃ怖いと思うんですよね。失敗したからこそ、そのどういうふうに怒られるんだと、関係性が壊れてしまうんじゃないかとか、まあ、怖いこともいっぱいあったと思うんですけど、そこをね堂々と向き合って、実際に行ったっていうのは、これはなんか素晴らしいなっていうふうに思いました。はい、いや、ありがとうございます。まずね、これあの土台の話としてね、なんとなくこのライブってこんな風にやっていきますよっていうね、あの仕込みの時間としてちょっとね、あの私の時間をオーバーしてしまいましたけどもね、あのそれではこれからね、あの岡田さんの話、岡田さんちょっと何かシェアしていただいてもよろしいですか？そうですね、まずちょっと範囲が広すぎて何をシェアしたらいいかっていうことなんですけども、まあ澤さんと私とすごい深い縁があるのはですね、まあ龍のつながりが、まあ、あるんじゃないかっていうことで、まあ龍神様とかその龍関係のご縁っていうのをよく感じてるんですね。じゃあそもそも龍とは何なのかっていうのを解釈してったっていう話をちょっと皆さんに共有したいなと思うんですね。そうするとですね、龍っていうのは現実いる動物ではなく、人が想像して生み出した動物になるわけですけども、じゃあそれはどこから来たのかっていうと、まあいろんなね説があるんで、どこから来たかは正確には分かりません。ただいろんな情報を集めるとですね、龍にまつわるところには必ず流れっていうのが生じているって分かるんですね。流れるっていうのは川や水が流れるっていう字なんですね。まあ、沢さんもそれ持ってますね。一緒にそこ回りましたね。私そうですね、すぐそこに飾ってあります。で、その流れるっていうのは流水とか流木とかいうように、まあ、流という漢字を使いますよね。まあ、漢字っていうのを流と呼びますよね。だから同じ龍っていう発音をしてるんですけども、まさにね、その龍っていうところで、私は、まあ、龍という名前がつく、町、愛知県にある町でですね生まれて、学校も龍っていう名前がつくところだったんで、まあ、ちっちゃい頃から龍っていうのはすごく縁があったんですね。まあ、愛知県っていうと名古屋も中日ドラゴンズとか、まあ、龍にまつわることが非常に多かったんで、ちっちゃい頃からいっぱい触れてたんですね。で、そんな流っていうのは流れ、流れっていうのは何かなっていうと、気の流れとかいろんなものを指して
るわけですね。つまり気とは何かなっていうと、これは日本語で言うと気でも英語で言うとエナジー、エネルギーのことなんですね。つまり気を送りますっていうと、まあエネルギーを送っているっていうことになり、まあエネルギーっていうのは、宇宙の世界でも言っても量子力学で言っても、まあこの世界に存在しているまあ全てのそういったもう物がある、世界があるっていうのは全てエネルギーでできてるっていうことに行き着くわけですよね。じゃあその気というのは流れているっていうことで、その流れがいいといい流が動いていて、流れが悪いと悪い流が動いてるっていうふうに、まあ、感じることができるわけですね。じゃあその気というのはどこに存在しているかっていうと、まず一つは空にあるんですね。空がいい時は天の気がいいっていうんですね。まあ、天気がいいっていうわけです。で、空の気の流れが悪い時は天の気が悪い、天気が悪いねっていうわけですね。ということで、まず空にはね、天の気があるわけです。そして、皆さんのお金とか経済とかの動きが悪い時っていうのは、景気が悪い、経済の気が悪いねっていうわけですね。で、その流れがいい時は逆に景気がいいねっていうわけですね。だから、いい流がそこにいれば、景気が良くなるっていうことになりますよね。そんなところで、皆さん自身のこの体ですね、私たちの体もですね、気でエネルギーでできていますので、このエネルギーが悪くなると、病になる。つまり、病気という気になってしまうんですね。気持ちが病にかかるわけですね。気が病にかかる。っていうことで、気が悪くなるわけですね。そして、その状態が元通りになる。これは実はね、良くなるんじゃなくて、元通りになる。本来の自分の気が、戻った時、これはもう皆さんもう分かりましたね。これは元気という気になるわけですね。だから元気があるっていうのは、エネルギーが本来の自分のありのままの状態になっていて、本当の自分の力が発揮できるような状態になってるわけですね。まあこのように、まあ今3つぐらい、その気の流れっていうところを、ご案内したんですけども、そもそもね、流脈っていうのが存在していて、その流脈とは何かっていうと、気の流れがいいところを示しているわけですね。だから空気の流れがいいところ、空気っていうのはこの空、このここにここに入っているこの世界のこの目の前にある気のことを空気っていうわけですね。この気が悪いと空気が悪いっていう風に感じるわけですよね。だからこの今ある気の流れを良くする、つまりなんか淀んでるとですね、気がなんか流れてないなっていうことになり、流が動いてないなっていうことになり、そこが勢いづいているともう気の流れがいいなっていうことになるわけです。つまり経済もお金が動いていれば動いているほど、早く回れば回るほど景気が良くなっていくわけですよね。空も天気が止まっていたら日照りが続いて、植物が枯れてしまうとかですね、雨が続いて、逆に作物が育たないとかですね、やっぱり止まっている同じであるっていうのはこの宇宙っていうのは望んでないわけですね。だからどういうことかっていうと、この世界っていうのはつまり振動していて動いてるわけです。これも量子とかそういうちっちゃい世界を勉強していくとわかるんですけど、分子、電子、原子、量子ですね。だから私たちの体の中も動いてるわけですね。血液が動いてるわけです。心臓が動いてるわけです。つまり動いている状態がこの世界で正しい状態で、それが勢いよく早く動いている。つまり竜が、沢さん的に言うと竜が暴れてるみたいな状態なんですけども、その竜がね、暴れてるぐらい動き回っていると、実は調子っていうのが良くなるんですよ。だから、同じ場所にずっといると、自分のエネルギーも止まっているし、気も流れてないから、いいことってあまり起こらないんですね。だから家の中に365日いたら、なんかいいこと起こるか、宝くじがいきなり当たるかとか、なんか、チャンスがやってくるかって言ったら何もやってこないわけですね。だけど、出歩いていくとそういったチャンスがあるわけですね。つまり、この世界では動いていき、その流脈に乗って気の流れを良くしていくっていうことがより、良くなる。人生や自分自身や体やいろんなものを良くしていく。ことにつながるんですね。それで偶然昨日もあったんですけど、何があったかっていうとね、昨日行って、なんか袋があってね、その袋を、岡田さんどれか引いてください、中身取ってくださいって、何が入ってるのかなと思ったら、
宝くじ、私普段買わないからあれなんですけど、宝くじがね、何枚か、入ってて、何枚取ってくださいって言ってもらったんですね。もう抽選はあと2日後で、七夕の日なんですけども、もうそのですね、まさにやっぱり動くことによって、人に会い、そして気が流れてることによって、そういった当たるチャンスもやってくるわけです。つまり、チャンスをつかむにはっていうのは、こう流れに乗るっていうことが、よく言われてますけど、流れに乗る、つまり龍に乗って、そのチャンスをつかむってことなんです。このね、チャンスをつかむっていう話はね、沢さんも非常に、うまく説明ができて理解しやすいと思いますので、チャンスのつかみ方について沢さんからね、ちょっとお話してもらうと面白いんじゃないかなと思います。はい。わかりました。ありがとうございます。いやね、チャンスのつかみ方、これはね、私もこれを知ってからですね、変わりました。何が変わったかってね、本当ね、チャンスが来てるっていうのが分かるようになったし、来たやつを大体逃がしますよね。で、それが掴めるようになった。で、じゃあチャンスとか縁とか運とかっていうのは、どこから来ますか？一回の例外もなくですね、必ず誰か人から来るんです。なので、それを縁って、人と人が交わることを縁って言いますので、その縁からチャンスとかね、成功の種とかそういったものが、でね、私気づいたんです。やっぱね、すごい人から引き上げてもらう。よくね、アンソニー・ロビンスも巨人の肩に乗るって言いますけれども、巨人の肩に乗るってね、どういうことかってね、今一つ分かんないじゃないですか。これを思い浮かべてください。ネウシトラ・ウータツミのこの十二使徒、一番は何ですか？そうですね、ネズミです。ネズミはどうやって一番になったんですか？そうです。二番目の牛の背中にね、乗ってったんですね。つまり最後のところのゴールのところだけパンって飛び降りてビューって行ったら、もうそのね、牛の巨人の背中に乗ってまあ行けちゃうわけですし、自分では絶対に見えない高さから世の中というか、そこ全体が見渡せる、これが巨人の肩に乗るってことなんですけれども、その巨人のですね、肩に乗るっていうのがどういうことなのかっていう、例えば私、茂木健一郎先生にね、可愛がっていただいたり、まあそのさっきの大作家の先生とかに可愛がっていただいたりしてるんですけれども、その可愛がっていただいた時にね、まあ LINE とかでたまーに来るんですよ。さは、今から暇？みたいなの。ね、今から暇ってね、来たらどう思います皆さん。ね。でもね、そういう人の頭の中に一瞬でもこの沢茂美という男のことが思い浮かんだから、ね、今から何々があって何々何時からって書かないで、沢暇って送ったんです。ね、それ一瞬でも相手の脳の中に電気が流れた、そのそれがチャンスなんです。で、それがこう来たらですね、大体普通の人はこうやって返しちゃうわけですね。え、何時からですか？え、どこですか？え、何しに行くんですか？ね、そうやって返しちゃうわけです。ね、これ普通だと思うでしょ？でもね、そういうチャンスをくれてる人から思うとね、それはこういう風に変身したことになってるんです。ね。私は私で忙しいんですが、あなたのザレ事に付き合ってる暇はあんまりないんですけれども、私が行く価値があると判断したのならば、あなたのところに行ってあげるので、その内容を早く教えろということを変身してるわけです。皆さん、これどう思いますか？そんな返信がね、帰ってきたら、いや、そんなこと思ってませんって言うかもしれないですけどね。私はただ聞いてるだけなんです。違うんです。その、ただ聞いてること自体がですね、もはやチャンスを失ってるんですね。なので、何時ですかって、ね、何時で、どこですかって、これ3回くらい来たらどうですか？もういいよってなりませんか？ね。で、私はそういうのが来たらですね、これはチャンスだ。もう匂いでわかりますんで、携帯からどうやって匂うんですかってね、まあ、それは勝手に私の脳の中で感じるんですけれども、この匂いでわかるので、これはすごいやつに違いないと。ね、大体ね、そういうのは、本当は来るべき人だったすごい人が急遽キャンセルになって、しょうがないから誰か呼ぼうかな、そうだ、あのヒゲの話がちょっとだけ面白い、和服のね、あいつ読んだら場が和むかなって、一瞬電気がね、流れたんですよ、そのお方の頭の中に。で、そしたら私はこう返すんです。はい、承知いたしました。タクシーに乗りましたが、どこに行けばよろしいですかって返信するんですね。まだどこに行くのかも場所も何時かもわからないけれども、そう返信する。そうするとですね、もうこいつタクシーに乗っちゃったの？いやいや、もうね、明日だよとかね、っていうか、おめえ、東京だって言ってないよみたいなね、どこだかわかんないのに、こいつタクシー乗っちゃったんだって、もう断れないじゃないですか。ね。で、本当はタクシーに乗ってないかもしれませんよ。え？
そしたらね、あ、こいつは次も誘ってやろうって思うわけです。つまりその方の脳の中にね、私のことを思い出す頻度が増すわけですよ。あれ、このチャンス誰にあげようかな。あのね、チャンスがいっぱいある人っていうのはそれを分けたいんですね。これチャンスなのに、みんなね、これあげたら喜ぶだろうな。でもね、受け取れない人は受け取れないんです。あ、その日は用事があります。その日は仕事です。あ、その日は、急遽、ね、電車が止まりましたとか、いろんな理由でね、これ業界ではね、結界が張られていて、その結界の中に入るべき人しか、ね、そこに行けないっていう風に表現されてるんですけど、ね、結界、その、なんだかわからないです。台風が起こったとかね、なんか、もうどんな、どうしようもない理由も全部そうなんです。何か結界が張ってあって、その人が行けなかったって。これね、私は神様がガチャガチャとコマを動かしてるっていう風に言うんですけども、この行くべき人だけがね、行くようになってるんです。これ、しょうがないんです。で、私はそこにね、行くと、毎回すごいことが起こるんですね。まあ、例えば、その、文科省の課長級、本省の課長級。本省の課長級ってどのくらい偉いか知ってますか？この国を直で動かしている方々です。ね、この、その人たちが書いた文章がそのまま、この国の政策になるような、そういう人たち。これが本省の課長級。まあ、自衛隊で言えば、一佐から将補クラスですね。まあ、そういうような超偉い人たちがずらーっと並んでて、そういうところで、茂木さんがね、話してるけども、で、茂木さんね、すぐね、お酒で、ね、寝てしまうんで、その後ね、私が起きていたらもうね、私の独演会の始まりです。ばーって。まあ、どうでもいいんですけどね、そうやって、いろんな方々から、和服のひげの人はね、なんだか知んないけど面白いと思っていただく。まあ、これがチャンスをね、掴み続けていく。まあ、その、いろんな芸能人の会とかもそうです。で、そこで、ね、私はね、得なんです、すごい。何が得か。この顔とひげとね、この喋りとこのエネルギーね、なかなかね、忘れられないんで、最近ね、靖国神社を歩いてても、あ、沢さんとか言って声かけられて、いや、誰かなみたいな、そんなこともありますけども、ね、もう一撃でね、顔と名前を覚えていただきますんで、プラス、あ、面白い人だってなると、それがチャンスをつかむ、向こうからチャンスがやってくる状態になるわけですね。っていう、これが一番簡単な、チャンスの掴み方です。これね、ちょっと今、簡単じゃねえよ、難しいよって思ったかもしれませんけど、もう少し簡単にまとめてギュッと言います。チャンスを一番簡単に掴む方法はこれです。自分を暇にする。自分を暇にするからチャンスが掴めるんですね。そうなんです。これ行こうかな。いや、行かないかな。めんどくさいな。あ、じゃあめんどくさかったら行かない。これはいいんです。あ、これ行こうかな。いや、行けない。なんで、用事があるからです。ね。つまり、人生の優先順位を自分で決められるっていうことが自分を暇にするっていうことであり、チャンスをつかむってことなんですね。人によってそれ何がチャンスなのかっていうのは、ね、これ神様いるのかいないのか分かんないですけど、ビビッと来た瞬間にね、あ、これだってね思ったりするんですよ。でも自分の価値観ではなく、例えば会社の社長の価値観だとか、まあ、組織の価値観だとか、いろんなその自分じゃないものの価値観でそれを曲げないといけない時があるわけですね。でそういった時に本当にその自由でいられるか、自由っていうのは自分に理由がある状態ですね。自由、自らに理由がある状態のことを自由っていうんですけれども、つまりなんでやったんですか、それは私が決めたからですって言えるのが自由なんですね。そういう状態にするっていうのは、これはね、一言でもう一回言います。大切なんでね。自分を暇にすることこそが一番簡単にチャンスをつかむ方法です。岡田さん、伊藤でーす。はい、本当にね、まあ、そうやってやっぱりチャンスを掴んでいくにはやっぱり自由、選択肢があるっていう、選ぶっていうことなんですけども、そんな中でですね、まあ、私もアンソニー・ロビンズだけじゃなくいろんな世界で活躍して、学びを共有している、人生の生き方や考え方を教えてくださっている先生方からたくさん学んできたんですね。で、皆さんもいろんなところでお金を使って勉強してると思うんですけど、私もそういったのをこう使ってきたわけですね。で、いっぱい勉強したらどうなるのかなっていうと、私は1億円ぐらい使ってきたので、1億円ぐらい勉強してると、まあ、これぐらいになるということで、これがいいか悪いかはそれぞれが感じることなんですけど、まあ、こうなったんです。で、それはね、この前ギリシャに行って、ギリシャも勉強で行ってたんですけど、サントリーニ島っていう、まあ、綺麗なところに行って、それをね、話してたんですよ。1億円ぐらい使ったんですよって言ったら、確かに僕もお金いっぱい使いましたね、3億5000万ぐらいは使いましたねって言って、ってなんかね、本当に私は相当使ってきたぞと思ってたんだけど、上には上がいるっていうことで、その人がですね、
3億5000万、まあ、要は3億円ぐらいお金を使ったらどうなるかっていう本を書いてたんですね。あれ、私も1億円使ったらどうなるかみたいな本書こうかなって思ってた時もあったけど、もう逆に先に書かれてたなっていうのもあったんですね。で、まあそれはね、そういう勉強をたくさんしてきたっていうことなんですけど、その中で共通して言われてることってあるんですよ。つまり、それってみんなも取り入れた方がいいよねっていうことなんです。だってうまくいってる人たちがみんな共通してやってるからなんですね。それで今、澤さんがチャンスっていう話をしたんですけど、うまくいく人たちっていうのは結構ね、こう選ばない。両方取るっていうことがあるんですよ。つまり、ハンバーグにしますか、ラーメンにしますか、まあそんなのはあまり女性は選ばないかもしれないんで、スパゲッパスタにしますか、サラダにしますかっていう時には、パスタとサラダ両方かな、みたいな、まあこういう組み合わせですよね。まあ男性だったら、牛丼にしますか、ハンバーグにしますか、ただ両方みたいな感じなんですけども、そういうふうにですね、二つの欲しい選択肢があった時に、両方取るよっていうことを教わったんです。それで先日、カンヌ国際映画祭に行ってきて、このフランスでレッドカーペットを歩くわけですよ。で、実は行くとですね、そのレッドカーペットっていうのはもちろん招待で歩くタイミングもあれば、抽選で、毎回ですね、見たい映画を選んで、その映画を見るたびにレッドカーペット歩かないと映画館に入れないんですね。だからね、レッドカーペットは、あれ、歩くのが目的じゃなくて、奥にある映画会場で映画を見るために通るただの道なんですね。入り口なんですね。つまりエントランスを歩いてて、エントランスを VIP が歩いてるとみんなが写真撮ってるっていう状態なんですよ。で、そこで映画が何回か抽選、まあ人数が多いんでね、抽選で当たってくるわけなので、これいつ当たるかがわからないんですよ。そんな時にですね、私はセミナーと被っていて、日本からね、もうすでに行くときにどうしようって思ったときに、もう両方取ったんですね。セミナーはもうアンソニーのもう100万円ぐらいするやつで、そしてレッドカーペットももう私にとっては重要なイベントで、これどうするって言ったときにもう両方やるっていう方法を思いついてですね、なんとカンヌでみんながね、レッドカーペットとか歩いている中で、私は部屋の中でセミナーに集中していたっていう時間、まあ2日ぐらいあった、まあ、4日間あったんですけど、2日ぐらいはもうずっと集中してたんですね。で、途中で、なんか、LINE で連絡が入ったらですね、仲間から連絡が入ったら、それを止めて、そっち行ってっていう風にやった。お、効率いいじゃないかと。これ、両方いいとこ取りできたぞと。で、この時に、Facebook に以前投稿したんですけども、その、一個が100点満点じゃなくてもいいんじゃないかなって思ったんですね。つまり 100% 満足できないじゃないですかと。両方中途半端ですと。中途半端って良くないよっていう人いますけど、私は両方中途半端でもいいんじゃないって思ったんですね。それは片方が60点だとして、もう片方が60点だとしても、まあ、4割ダウンぐらいだとしてもですね、足したら120点だから、1個100点取るよりも、より多くのそこで得るものがあったってことで、これ両方取ったらいいんじゃないのって思ったんですね。それと同じようにですね、富士山を世界遺産にした国民会議の委員長ですね、当時中曽根さんが一緒に、顧問になって、やっていた時の小田善光さんっていう方がいるんですけど、その方から、岡田さん音楽はどうだって言われた時に、いや音楽は人生で全くやってきませんでしたね。むしろ音痴って言われたのが嫌で、もう音楽は嫌いでしたって言った時に、音楽の世界触れてなかったなって思ったんですね。その時に、サックスはどうだって言われて、私は、サックスですか、私の夢はバイオリン弾くことだったんで、サックスはちょっといいですって断ろうと思ったんですよ。だからチャンスをちょっと逃そうとしてしまったんですよね。だけど、その時にですね、これチャンスは逃しちゃいけないなっていう直感も絶対つかまないといけないって思ったんで、ここでいる間にイエスと言わないともうないと思ったんですよね。そして、バイオリンをって言いながら、バイオリンの方にしようかなって思ったら、両方やったらいいじゃないかって言われたから、両方と、まあ、両方ね、同時にやる人って多分未だかつてね、初めて楽器をやるのに、両方同時に進めていく人はね、まずいないみたいなんですよ。だから、まあ、すごいチャレンジだなと思ってですね、もう本当にやってる時の一番の難しいのは、半分の時間でやめてもう一個に移る瞬間っていうのは、もうちょっとやりたいけど、でももう一本もやらないといけないって、毎回毎回全部半分になるんで、これが2分の1のスピードに確実になってしまうので、もうどうやって効率よくやろうかな、どうやって早く吸収しようかな、どうやったらもっと指が動くかなっていうのをね、もう
常にこう更新してる感じなんですね。そうすると本当にね、新しい状態になっていて、だからもう専門今はですね、海外に今バイオリン持ってたりサックス持ってったりするようになって、もう今はいろんなところで吹いていて、この前のレッドカーペットのカンヌ映画祭のところでも吹いてたら、みんながね、どこから音が鳴ってんだみたいに見てたよって言われましたし、ギリシャでもですね、朝吹いていたら誰も聞いてない砂浜で吹いてたんですよね。そしたら、戻ってみたら、なんか音が聞こえてきてよって言われて、そうなのって、いう感じでですね、まあみんなの耳にも届いてるっていうことで、まあそんな感じですね。二つのものがあったとしても両方取る。さあ三つあったとしても同じで、三つとも選ぶ。つまり欲しいものは必ず掴んでいくようにするっていう感覚が必要なんですね。これはスケジュールでも一緒なんです。よく、イベント誘われます。空いていませんか？その時に行きたいイベントだったら行きますって言うんですね。で、また行くって言ってた日程と同じ時間で来ませんかって。行きたいと、じゃあ行きますって言うんですね。この時にもうダブルブッキングして被ってるんですよね。で、この時にどっちを先に行ってどっちを途中で抜けていくかっていうことを考えるんですけど、やはりですね、両方行くとですね、いいことも起こるんですね。それはもちろんフルで参加できないっていうマイナスもありますけど、でもですね、そこまでして忙しいのに来てくれたんですねっていうふうに言われますし、本当に、わずかな時間でも来てくれるのって嬉しいんですよね。例えば自分が今本州にいるんだったら九州から、もしくは九州にいる人だったら北海道とか遠いところからたった10分のために会いに来てくれる人がいたとしたら、すごいありがたいなって、そんなわざわざたった10分のためにでも来てくれるなんて嬉しいなって思うわけですよね。だから長くいることよりもそこに、顔を合わせるっていうことが、まあ澤さんの言ってるご縁ともつながってくるんですけど、その人との縁っていうのはですね、ズームよりもリアルの方が大事なんですね。だから今日ズームでこうやって顔を合わせてますけど、もし可能であれば次は絶対リアルで顔を合わせていただきたいと思うんですね。もう全くリアルとズームでは実はエネルギーが違うんです。だからそのエネルギーの話をしたら澤さんに交代したいと思うんですけど、エネルギーがどう違うかっていうとですね、実は皆さんは私の声を聞いてるようで聞いてないんですね。私の声がデジタルにまず変換される。この時に劣化するようにプログラムされてるんで、本当の声じゃないんです。もうほぼ本当に聞こえるけど、人間の耳ではギリギリ聞こえないぐらいの音は全部カットされるんですね。で、その声が、まあ、電話線とかそういういろんな、光回線を通じて、パソコンとかスマホとかに届くわけですよね。で、それが似た声を、似た音を再現して出しているから、もうすでに声質とか、本当の全ての声じゃない、見えないエネルギーっていうのはもう受け取れていないわけですよね。振動が伝わらないわけです。で、映像も一緒なんです。まあ、光が当たって私はこんなに白いけど、本当の私はこんなに白くないわけですよね。この前サントリーニ島行って焼けたから、もうちょっと黒いわけです。だから、そういうところも、本当の私を目で見ていないわけですね。というように、実際、ズームで受けているっていうのは、あたかも真実を聞いていたり、真実を見ているように錯覚してしまうんですけど、実はエネルギーには違いがあるんです。だからもう何回もね、こうコロナになってズームやってる人はわかると思うんですけど、まああとライブで今 Facebook とかインスタで見てる人もわかると思うんですけど、リアルで会った時のインパクト、迫力、影響力、エネルギーみたいな存在感、もしくはその人のあり方とか、笑顔の本当に素敵な笑顔とか、目がキラキラしてるところとかまでは見抜けないんですね。例えば、こう緊張して震えてたとしても、見えないわけですよ。はい。だから、声聞いてれば緊張してないのかなって思うかもしれないけど、実はこう、なんか、緊張するなって震えてるかもしれませんよね。はい。そういうのも伝わらないわけです。だから、本当の思いとかも、やっぱりこう伝わらないし、本当の価値っていうのもやっぱ劣化してしまうんですね。これがリアルと再現された世界、デジタルな世界との、まあ、ギャップになるので、ぜひですね、リアルな本当の世界っていうのを、こう、ご縁で会っていくっていうことが、チャンスをつかみ、いろんなものを選択していくことって、選択して掴んでいくことになるので、ぜひですね、
スケジュールがダブルブッキングしてても、覗きに行ったりするといいかなと思いますね。はい。ということでね、ご縁、まあもう澤さんもね、スペシャリストだからね。はい。澤さん、どうですか、今のは。チャンスの掴み方をね、教えていただいて、私はいろんなことを学びましたけど、この岡田さんから学んだ、つまり竜として引き上げていただいたっていうのがね、この私よりも圧倒的にこの地位の高い岡田さんに引き上げていただくってこと自体が私の運のつかみ方なんですよね。なので、そういうののノウハウとかも本当ね、誰の近くにいるのかで人生決まります。そうなんです。今ね、ここ見ていただいて、こう Facebook ライブとか見ていただいている方々に私は引き上げていただいて、その一個一個のチャンスを掴んできたから、まあ今こんな感じになってるわけですね。そこでね、今の岡田さんの話で一つだけ私の方で拾わせていただきたいのは、実は多くの日本人が病気にかかってるんです。なんていう病名だと思いますか？それはですね、なんと、きちんと病という病気にかかってるんですね。ね、きちんとしなさい、ちゃんとしなさい、しっかりしなさい。この三つの言葉ですね、何の意味も含んでない。今のあなたはダメですよという意味しかわかんないですね。きちんとしなさいって何するんですか？ね、これをこの角に揃えて、垂直に合うように置きなさいっていうことがきちんとするのに、それを言わないできちんとしなさいってね、みんな言ってるから何したらいいのかわかんないわけです。そしてこのきちんと病の一番最たるところですね。例えば大学で60点、大学のテストで60点取ったら科、ね、70点取ったら量とかなんかあるじゃないですか。まあ要は60点取ればいいんですよ。ね、60点を取るための勉強って実は、ね、レポートを写させてもらって1時間でできたりするわけですね。60点取るの1時間。じゃあ70点取るのに何時間の勉強が必要ですか？大体ね、3時間くらいなんですね。で、いや、70点3時間。じゃあ、80点取るの何時間ですか？大体10時間くらいなんですね。で、勉強。で、90点取るの、これね、50時間くらいやんないとね、取れなかったりするわけですよ。じゃあ100点取るのってどのくらいやったらいいんですかと。ね。それは、1000時間くらいやらないと100点取れないんです。そうですよね。100点っていうのはもう何が来ても大丈夫ってことですよね。たまたま100点っていうのはあるかもしれませんよ。何が来ても大丈夫。これがきちんとしなさいの正体なんです。例えばね、一教科でね、みんなきちんとしなさい、ちゃんと取りなさい、100点を目指しなさいって言われて育ってきましたよね。実はこれがもったいない。何がもったいないか。だって、1000時間使えって言われてるんですよ。ね、何か一つやのに1000時間使えと。だから私はこう言いたい。60点、1時間の勉強で60点取れるんだったら、教科はいくらでもある。ね。いろんな人生をもうその教科がね、5個とか6個じゃないんです。もう何千個も何万個も教科がある。ということは、1000時間使うんだったら、1000科目で60点取ったら合計何点ですか？そうです。6万点です。6万点取れるのに、100点を目指してるんですよ。それが、きちんと病の正体なんですね。なので、僕はね、いつもね、まあ、きちんとしてもいいですよ。このね、きちんとするっていうのは、ちょっと残念ながらね、会社の社長があなたの時間をこれだけに使ってくださいとかね、そういう風に教育するための、100点きちんとしなさいなんですね。で、それを3歳から10歳までに獲得しちゃってるので、みんなきちんと病にかかっちゃってるので、きちんとしたくてしょうがないんですね。でも私はそのことに気づいて、もう完全に逆です。もう60点でいい。っていうか50点でいいと。お前は楽でしてんじゃねえか。まあでも50点でもね、でも30分で50点だったら、50点いっぱい取ったら、ね、3万点くらいいくじゃないですか。で、1000時間使ったら。なので、私はそういう風にやってると、もうね、あ、澤さん何でも知ってますねってね、そうなんです。60点でいいんです。だって使うの。ね。これ島田紳助さんとかね、トークが上手な人も皆さん言ってますけどね、60点を目指す。これがきちんと病からの脱却っていうのを今日、今ね、岡田さんのお話を聞いて思い出したんで、シェアいたしました。はい。じゃあ、岡田さん。もうまさにきちんと病って本当に、うちの子供もですね、もうものすごい暴れていて、思い出したのはですね、私も小学校の時に、毎週、なんか、親が学校に来てたなって思ったんですね。それは私はね、親が来てて面白いし嬉しいなっていう感覚だったんですけど、よく考えてみると、先生に呼び出されてるなっていうのが分かったんですね。で、うちの子供がこうね、なんかそういった期間から発達障害ですってこう言われてるのを見ると、あ、私も発達障害だったんだな。だって同じ、見てればなんか、そうだった、そうだったっていうのがいっぱいフラッシュバックしてきて、こう蘇ってくるわけですね。だから、あ、そうだったんだ。ちょっと違ったのかなって思ったんです。そんな中でね、今の澤さんのきちんとっていうのは、うちのもうね、お利口にしなさいっていうのは子供に言うんですね。お利口にする。お利口ってなんだろうって改めてね、私は考えさせられたんですね。お利口とはなんだ。お利口に
にしなさいって言われたとしても子供はお利口の意味を知らないからお利口ってどうすんのみたいになるわけですね。だからもうしょっちゅうねこう走り回って暴れてもういろんなことしてるんですけども、お利口ときちんと病はね、まあ多分ね根源だと思いますね。きちんとしなさい、お利口にしなさいって言われ続けてきたことによって、間違った部分まで、抑えてしまったことが起きてるんじゃないかなと思いますね。もうね、私が自衛隊の私が自衛隊の隊長だった時にその部下 その指導者がきちんとやりなさいとかちゃんとしなさいとかまあお利口にしなさいはなかったですけれども言ってたらそのきちんとって何を意味してんだってね、こう逆にしばいてましたからね。もうそのきちんとの中身を言えと、そんなきちんととかちゃんととかで伝わるんだったらね、もう苦労しねえわっつって言ってました。そうなんです。だからこのきちんとっていう言葉とか含みを持った言葉っていうのはですね、解釈が変わってしまうので、抽象的な言葉で、悪気はなく親が先生が言ってしまうことがあるんですね。でそれを実は素直すぎて子供の頃っていうのはピュアで全部受け入れてしまうわけですよ。そうすると大人になってもその教えっていうのはずっと、もう染みついて入っていてですね、もう自分のパターンや性格や習慣っていうのを作ってしまうんですね。それが澤さんの言う、まあ、きちんと病っていうところで、まあ、いろんなところでチャンスを逃したり、そういううまくいく動くところを、やれずに、なんかこうきちんとやらないといけない、だから1から100までやらないといけない、60点じゃダメだからちゃんと100点を取らないといけないっていう風にこうセットアップされて時間とかをたくさん使ってしまうっていう傾向がまさにあるっていうのは、今の話を聞いてて、あ、お利口っていう言葉も危ないなっていうのを思いましたし、ちゃんとしなさいも同じだなっていうのを、まあ、思ったんですね。っていうところで、まあ、そういうですね、しっかりすることから解放されるとですね、実は私たちは本当に自由があって、もっと自分の好きな自分らしくですね、いたい、自分らしくやりたいっていうことが選べるようになってるんだなっていう世界が同じところに存在しているっていうことに気がつくんですね。そうするとですね、今いる自分の世界や自分がやっていることっていうのは自分が好きで選んでるんだっていうことに気づくとですね、本当にもう朝起きた瞬間から目覚めた時からもう世界が違って見えるようになるんですね。もうなんかね、眩しく感じるんです。もう毎日朝の明るさがね、一緒なはずなのにもう変わって見えてしまうんですね。まあ、それぐらいですね、本当に解放される、まあ、自分がこの世界を好きでいる、自由でいる、この世界が愛で溢れてるみたいな感覚になるっていうのは、すごくね、気持ちのいい世界で生きてるんだなっていうことに気づくんです。だから、まあ、そういう世界っていうのはここに存在していて、それがまさにですね、竜に乗る会って澤さんと私が言ってるんですけども、竜にね、乗っていくような、もう本当にみんながみんな、こう上昇していくような、良くなっていくような気が流れてるって最初に言いましたけど、その流れに乗ってるような、まあ、世界になっていくんだろうなって思いますね。はい、いや岡田さんありがとうございます。じゃあそろそろねもう時間があれになってきましたんで、最後ですね、このズームは龍に乗る会、龍城会っていうのをね我々やって、はっきり言います、今日ここにいらっしゃった、これを見ているあなたは龍です。なぜならばね、龍じゃないとね、もう来れないんです、ここに。ね、これ、あ、これか。ね、正解、これ、龍陀族の本なんですけど、まあ、私ね、こんなのとかも読んでるんですけどもね、まあ、龍だと、龍とは流れだと。ね、流れに乗って、お互いがお互いを引き上げていく、それが、ダブルドラゴン、そう、こう遺伝子みたいな、こう、その、スパイラルで登っていく、その龍なわけです。はっきり言います。皆さん、龍です。ということでね、この龍の会に参加してください。それで、龍の会の、LINE は、これから作りますので、そこでね、龍の会とか、これから龍が登っていく様々なイベントとか情報とか、今日話した内容みたいな、こう、もうこうやっていきましょうよね。あなたが龍だったら、こうやったらもうどんどん上がっていきますっていうようなことをシェアしていく会です。ということで、今ね、ここに表示しているこの LINE、もしくは、Facebook で、沢茂美って、ひらがなで入れていただいたら、そういうの出てきて、なんか、この QR コードみたいなの出てきますんで、これに、鬼岩虫なんとかっていう名前とかね、登録してください。変な名前入れると、これ誰なんだろうって思いますんでね。それで登録していただいたら、そういう情報、この龍城会の情報も流していきますので、そしたらまたそっちに入っていただいて、岡田さん、そんな感じでよろしいですか？
はい、QR コード、龍の会の QR コードを作って、澤さんの LINE に送りましたけど、それは大丈夫、届きましたか？ですね、ちょっと LINE が今、この画面上、はい、ここにね、あ、そこに貼り付けてください。はい、はい。そうすると、ここに入れるとですね、新たですよね。じゃあ、その会は、まあ、何チャットですね。わかんなくても、私たちもよくわかりません。とりあえず、そういうふうにみんなで上昇していこうっていうのを考えて生み出した価値観ですから。で、それがですね、昨日同じようなことがあったんですよ。昨日14万円ぐらいしたんですけど、ごちそうしてもらったんですね。で、寿司屋さんに連れてってもらったんです。で、3人でね、14万円だったんです。で、すごい結構するじゃないですか、3人で14万円だったら。で、そのね、あ、これ違うかな。あ、これはちょっと間違えた。あ、はい。辰年の方がいらっしゃいますね。はい。で、そこに行った時にですね、会員制のお寿司屋だったんですけど、どうやって会員になれるんですかとかね、いろいろ聞いてたらね、値段のことを言わなかったんですよ。で、とりあえず、登録するところがあるんでって言われて、登録のやつを押すことになって、これ値段わかんない。これ月10万とかで会員だったら結構やばいなって、もう寿司屋であんまり来るかどうかわかんないけど、とりあえず10万だったらもうお金がもったいないなと思って、どうだろうって思ったけど、とりあえずね、わかんないけど押してみたんですね。まあ後で何とでもなるだろうと思ってですね。それで押してみたらですね、なんと会員だけど、その時はね、いいつながりで行って、無料でいいですよって言われたから、もう奇跡が起きたんですね。会員制で無料で入れてくれるんですかっていうことで、ものすごいね、本当にいいお店で、一切砂糖とかですね、グルテンとかを全く使ってない、もう新しいタイプのところでですね、もう酢とかも全部こだわっていてですね、またもしそういうところ興味があったら、まあ、シェアしますけど、まあ芸能人なんかもね、100人ぐらい、なんか名前が出てたり、いろいろ、なんかそういう名札がついてたりしたんですけどね、まあすごいそういう、いろんな人たちが来ている特別な隠れ家のところだったんですね。だから一般公開してなくてホームページなんかもない店になるんですよ。はい。でもすごくね、健康でヘルシーで、はい、良かったですね。まさにそう。岡田さん、教えてください、そこ。今度教えてください。はい。はい。とりあえずね、LINE に、LINE のやつを今チャットのところに入れたので、はい、まあそれで見てもらえれば、そこから入っていただければ、はい、はい。今だったらですね、私より先に入れるという特典付きです。澤さんより早く加入してたのみたいなね。まあ、そういう。まだ私もね、今送られてきたんで、ね、入ってないんでね。これ入ってください。じゃあ、この辺でね、Facebook ライブと、インスタライブの方は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。まあ、ズームの方はね、まだ続いてますけどね。はい。あ、そうなのね。あ、だから、